今のはまあ試験になくても実は暗記でできちゃうところなんだけど、考えることによって考える能力をつけることと忘れづらくする、うん、っていう2つの方法がある。そうだよね、うん、佐藤くんの場合は熱心に勉強してから何回もやってるから忘れるってことはなかなかない、ね、まあでもまあそれでもなかなか覚えられないけど、だからね、理屈が欲しいよね、連絡みたいな、あれなんでこれって言うかもしれない。でも佐藤くん結構真面目に勉強するタイプだからちゃんと覚えてることは覚えてるけど、日常みたいに応用が出る問題だとちょっと応した応用が出たわけで、間違えたのはその考えるってことなんですね。なんだこれ1180、もしまあでも言っても俺全然簿記の初心者だから全然勘違いなこと言ってたらすいませんなんだけど、いやいや合ってるよこれ、何これ1180、うん、これ1180、こっからさ、ちょっと待って大丈夫か、飲みすぎて元気ですね。いや、そこの1080は結構そこの1080は、あ、そっかそっか、あれん、いや、別に何でもやってんのそこ。だって1180真ん中にどうやった、どうやって計算したの。いや、計算したっていうか、いや、その出し方が分かんないから、先生ね、あ、引くのか、この引き点をする、あ、そっかそっか、これとこれとこれ足してこれなのか、そうだよ、なんでそれ、そこなんでって聞いちゃうの、なんかもうすごい楽になっちゃいそうな。ペットボトルここに捨てていいのかな、わかんない、自販機の周りにゴミ捨て場ないし、じゃああれ帰るときにあれじゃん、そうだね、駅行くんだから、うん、電車で捨てていくか、ペットボトル出して、さっきのは佐藤くんが一人で考えて出せるようになったら、佐藤くんは立派に考える力が出るようになった、佐藤くんはなんか俺のことを天才と呼んだりするけど、俺は昔から考えてたか考えてないかの違いだけで、昔パズルやってた、やった、高いね、超大好き、あ、そうだね、そのせいかもしれないね、パズルとか知識とか知識とかそういうの大好きだったから、だからまあ完成品のミスターは、うん